皆さんこんにちは。今日はですね、後ろのこうこのバッグを見ていただければお分かりいただけるように、グリーンのこう布を後ろに引きましてですね、まあこれから何をするかと、映像をやられている方はお分かりかと思うんですけど、ちょっと不思議なことができます。それはどういうことをするかというと、この後ろのグリーンの布、こちらの方の前に私が立って今お話をしているんですが、この布のところがですね、こう前面がこうバッグ、いろいろ写真とかですね、いろいろプレゼンのボードとかにこうパッと変わるんですね。では、今からちょっとやってみたいと思います。ではです、いきますよ。1、2、3、変わりましたか？変わりましたね。これは普通にこういう風に手を動かしてもちゃんと抜けてますよね。今ちょっとヒントを言ったんですけど、抜けているっていう。で、このグリーンのバッグと私の体、これが自動的にこう抜ける形になるんですね。ですので後ろにこういうようなプレゼンのボードがあっても手はこうしっかり写ってる。これをですね、動画の中ではクロマキー合成と言います。これは、iPhone の動画ではできないんですけど、 iMovie であればこの合成を使った動画が作れる形になります。 PowerPoint なども簡単にできます。まあ内容は同じような形ですね。ただ、ちょっと Windows の方はちょっと私まだ勉強不足で、そのクロマキー合成ができるかどうかっていうのはちょっと今はわからないです。はい、では今日はクロマキー合成を説明しました。また動画に関してもいろいろ情報を発信していきますので、よろしければ、この動画が終わった後チャンネル登録よろしくお願いします。今日はありがとうございました。